はーい、どうも、長田だよ。今日はね、白菜別注を使ってガチマッチやっていきたいと思います。別注武器の新シリーズ、白菜別注はね、新スペシャルのウルトラハンコということで、ちょっと試し打ちでちょっと見ていきたいと思います。はい、それではウルトラハンコをちょっと使っていきたいと思います。じゃあ行きまーす。ゴン！うん、ちょっと待って、一撃か？あ、一撃だ！あ、これでも一撃か！で、投げれるはず。あ、投げても一撃強い！これは強い気がしてきたぞ。でも、近距離戦特化だけど、なんか強いかもしれない。まだこれはちょっと使ってみないとわかんないな。はい、ということで早速、白菜別注でガチマッチやっていきたいと思います。セリエティコ！はい、マッチングいたしました！バッテラストリートな！ガチエリア！よっしゃ、行くぞ。行くぞー。さあ、北斎、白菜、ベッチュ。さあ、行くぞ。ウルトラハンゴ打ちまくっていきたいと思います。チャン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 。ほっ！いや、負けたー！やられたー！初手白菜ベッチュにやられていくー。ちょっとどうする？やばいやばい、開幕オールダウンしたんだけど。ちょっと敵ウルトラハンゴ使われちゃう、これ。やばい、怖い怖い。うわ、溜まってる。ウルトラハンゴ溜まってる、あいつ。やばいやばいやばい。ちょっと待って。操るウルトラハンゴ溜まってるぞ、と。投げてきた！投げてくるとかある？おれい！おら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 ！どうだ？投げる！あれ？シールドで防がれた。だって、ジェッパー効いてない。さあ、敵のウルトラハンゴがあっけなくやられてるな。オッケー、やった。待って、いる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 。オッケー。さあ、狙えちゃったな。結構すぐエリア狙われるようになったな。エリアがスタート。そう、バッテリー変わってんじゃん、今だったら。ちょっと待って。オッケー。さあ、ウルトラハンコ。バッテリーが変わってるのに気づくのが遅すぎる。エリアが2つになった。なんか、ウルトラハンコ強いか？ウルトラハンコ普通に無防備じゃないか。気のせいかも。これとかも、後ろからやっちゃえば？そんなことはない。で、ここら辺投げっとって。投げるの、投げる方が強い説ある？ウルトラハンコ。あ、投げる方が強い説あるな。敵もらって一回も振らずに投げてんだけど。笑うわ。さすがに笑うわ。あ、敵が使ってる、使ってる。オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃ打ちまくってて笑う。あ、敵が使ってきた。ボムで死ぬんこれ。やられたな。ナイスナイス、オッケー。さあ、白菜別注の戦い行くぞ。ウルトラハンコなんか敵から、敵が使ってる分にはそんな驚異的じゃないな。オッケー。敵が使ってる分にはそんな驚異的な感覚はないかな。さあ、敵が。普通に白菜が強い。うん。普通に。やめろ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 。やんのかおい。おいおお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 おやっぱ以上でしょ。なんか使いにくい。ZR 押しっぱだと結構あんまり機動力ないから結構難しいな。あそこ刺さって投げちゃった方がいいんかな。だってあ、でも普通に初戦かやられる。やれ、待って、かわいそう。敵のウルトラハンコをさっきから発動してすぐやられててかわいそうなんだけど。あ、でもね、面白いわ。ウルトラハンコ。でもまだ初めて使ったから、どうだろう、わからん。でもなんか、投げて使えるから、どうだね、13キル。いいね。はい、マッチングいたしました！バッテラストリートの、ガチエリア！よっしゃ、行くぞー。行くぞー。チャンチャンチャン。さあ、白菜別注2試合目、行きまーす。さあ、落ち葉シューターが2人いる。でね、なんかね、トピードっていうサブ、普通に強いと思うわ、なんか。見た感じ。なんかね、マルチミサイル見たくなんだよね、一瞬。自分が当てられると。当てられるっていうか、ロックオンされると。これは。
さあ1枚乗っていく。ねえ、ね、これいける。あ、エクスプローシャーもいるから、で、こうして敵のローラーみたいにこうやって使うのが強い、こうやって使うのが強い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 。あ、投げれなかった。ちょっと敵が塗られる。多分ああやって使うのが強い気がしてきた。あれ、あ、1枚いった。俺の予想ね。なんかやって、あ、トピードやだ、トピードやだ。多分ああやって使うのが強い気がしてくる、してきた。やばい、落ち葉シューター、あぶねえ、落ち葉シューターの、やった、大きもむでやった、やったやった。オッケー、さあこのままノカードしていきたいところか。こうやって、オッケーオッケーオッケー。で、で、こう、こう、やべ、誰か、オッケー、多分、うわ、トピード絶対強いよこれ。普通に分からんもん。このままノックアウトしたいな。ギリギリ。こっちから来る。いやー、トピードで死んだ。危ね。あ、トピード打ち返せんのか。今消えたけど。いや、トピードちょっと見たい。オッケーオッケー。オッケー、77。ナイス。しっかりと勝っていく、ノックアウト。多分あれ、分かったかな、あの、多分ウルトラゴンこういう使い方が強いと思う。結構ね、打ち続けるとね、無防備すぎて、やられる。やられる。うん。多分これ、この使い方が、いいと思います。はい、マッチングいたしました。バッテラストリートな。ガーバリバトルー。よっしゃ、やっていくぞ。あ、間違って、バッテラストリートがナーバリ潜っちゃったよ。スケジュール変更して、そのまま、A レーン出したら、普通にナーバリバトル。またバッテラストリート。さっきガチマスにバッテラストリートあったのに。さあ、変わったバッテラストリート。ナーバリもどんな感じ変わってんのかな。まあ、ついでにナーバリも、あ、待って、早ない!ウルトラハンコ、投げてきたんだけど、あやつ。もう使い方が、使い方間違ってるよ !1 枚やった。やばい。ウルトラハンコ、おい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 、投げる、もう使い道ないです、使い道ないで投げます。もう早めに投げてメインでキルするしに行く。さあ降りてくるかな。さあこっち行けるようになったの強いな。やべ、こっち行けんの、え、かなり、え、これはかなりあれだな。そうか、敵陣地荒らせるようになったのか。敵陣地荒らせるようになったのはかなり強いな。どうしよう、これ。いこう。ナイスナイス。オーケー。あれ、投げちゃう、マッチージ投げちゃうわ。9番ボム投げようとするけど、ウルトラハンコ中にサブは使えないみたいだから、サブ通過、R ボート押したらウルトラハンコ投げちゃうから。あ、ウルトラハンコ使ってくる。うわ、俺に投げていた。怖い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 。いるいるいる。やった。オッケー。無防備だぜ。ウルトラハンコ本当に使い方間違えると3の無防備野郎になるから難しいかもしれない。難しいサブスペシャルだと思うな。うわ、そこにいるのか。やられたー。これやられましたね。チャララ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 あ、これは普通にメインでいいやと思ったけど、さあ1枚やって、さあ2枚やって、上から上に投げる。やれないか。ああ、
ね、なんか結構思って濡れるな。今までのあれ白菜の中で一番濡れるわ、この武器。食べてー。オッケーの7。ナイスー。いや、濡れる。これ、ナンバーで使えるぞ、白菜めっちゅ。今までの白菜はなんか、サブがあんまり濡れない感じだったから、で、9番目になったおかげで濡れて、もうウルトラハンクもなかなか濡れるから、OK のもの、ナイス。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと、ツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあ、じゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。